こんばんは。10月13日午後7時になりました。第207回のしゃべくる松代の時間です。はい、ありがとうございます。今日の松代というよりはですね、今日私帰ってきて慌てて飛んできましてね、うちに帰ってね、夕刊見ようと思ったら夕刊ないんですね今日ね。で慌ててねニュース見ましたらね、もう本当に台風情報で素晴らしかったですね。素晴らしいとね、大変だったですね。素晴らしいってことないです、すいません、間違えました。はい、台風情報すごかったですね。台風19号ね、なんか四国に上陸してみたいですね。私ども長野県には今日の夜からですね、明日のお昼頃が一番、最接近するってことでね、この台風で、57人ですか、死者出たその御嶽山もですね、捜索今日と明日がね、台風でなんか中止っていうようなことでね、もう大変ですね。この台風でだいぶ、お亡くなりになった方とかね、けが人の方もだいぶ出ているみたいで、まあ、これ以上の、ね、被害はないことを祈るばかりです。ということですね、今日はいつもの通りに生放送でお送りしております。で今日のゲストなんですけども、長野市の教育委員会の文化財課松代文化施設と管理事務所の受付の主任の方ですね、渡辺明さんにおいていただきました。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。ところで渡辺さん、はい、この文化財課の仕事なんて難しい仕事をよくやってますね。どうしてやったんですか。どうしてやったってことないですね。はい、まあ、たまたま縁があって、はい、はい、つくことになりました。あ、そうですか、はい、それだけですか。え、あ、そうですか。はい、わかりました。はい、はい、そんなことでツッコミ入れちゃいけないですね。はい、いつ頃からこの仕事をされたんですか。そうですね、もう、うん、約3年は過ぎました。あ、そうなんですか。まあ、受付っていう、ね、お仕事なんですけれども、はい、受付のお仕事っていうのはどんなことされてるんですか。そうですね、まあ、基本はうちの、 その管理事務所で施設が5つありまして、うん、はい、その5つを、まあ、ローテーションでこう毎日変わりながら、受付と、あと施設の管理、はい、まあ、掃除とか。そうですね、あ、そうですね、そういう全て管理をしてます。だからもうそこら辺の施設はもう皆さんが全て管理するってことですね。うん、まあ、掃除から壊れたら直す。あ、それはしない。それはちょっと、うん、それはしないね。さすがに。あ、さすがに。はい。じゃあやっぱり基本的なことはもう全て担当するってことですね。そうですね、うん、はい、まあ、半分以上のことは。あ、半分以上のことはそうですね。5つ施設あるんですか。はい、あれ、あ、松代寺は違うんですか。松代町も管理、一応管理に、管理事務所の中には、はい、入ってますけども、私どもは、はい、回ってないですね。受付してるのは5箇所。5箇所になります。はい、じゃあ宝物館と、はい、真田邸と文部学校と、あと横田家、旧横田家住宅と造山記念館になります。はい、そうなんですか。はい、わかりました。それではそのまず一番まずいのですね、はい、宝物館についてはちょっとどうですか、ご説明していただいていいでしょうか。はい、宝物館はですね、うん、真田家の12代藩主の、これがタブレットですか。はい、そうですね、12代藩主の幸春さんから昭和41年頃に真田邸とともに伝来の道具から、いろんなものを寄贈していただいて、開館したのが宝物館になります。あ、はい、で、まあ、所有している調度品とか、うん、まあ、約まあ7万点あるということで、年4回の展示会で、あと特別展などいろいろやっておりまして、うん、はい、何度来ても楽しめる施設になってるかと思います。7万点も展示しなくて4回なんで、はい、それ残ったのはどっか、あ、そういうことことないね、どっかの貯蔵庫、はい、収蔵庫がございまして、あ、はい、保存しております。それも大きなところないとダメですよね、7万点も。ただね、ガン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 積んどくはいかないし、うん、そうですね、あ、もちろん、ね、はい、昔のものですから ね、 ですよね、はい、あ、それまた本当にご苦労あるんでしょうね。うん、でこれがなんか年間の利用状態ですか。はい、はい、そうですね、これ年間通してこの皆さんにおいでいただいてなんか、はい、色々と、はい、今ちょうどやっているのが、
が雅の展示でして、結構華やかといいますか、いろんな、はい、はい、楽器とかあと狩り犬とか展示しておりますので、はい、ご興味ある方は、はあ、ね、ぜひ、はい、お越しください、はい。今日はね、本当に時間なくてね、なんか前後おっしゃってるんですけどねこの5つの施設の、ね、地図がやっと来ましたんでね今届きましたこれがね、4つの施設の地図ですね、はい。こちらの方が、どこだ、これが宝物館かな、そうですね、真田邸文部学校、あ、ちょっと違うか、はい、その赤く、それあの赤い字が、そうですね、あの5つの施設になりますね、はい、はい、はい、これが、5つの施設です、はい。なんか順番がね、どうも狂っちゃって申し訳なかったです。あー、いえいえ、はい。で、まあ、はい、ホモス館にはいろんな重要文化祭とか、県の、はい、文化祭とかもありますので、はい、はい、よろしかったらお越しください。で、ね、はい、はい。では次は真田邸ですね、はい。真田邸は、ね、今日このまだ順番ね揃えてなくてね、真田邸これですね、こちらですね、はい、はい、これが真田邸です、はい、はい。真田邸は新御殿と言われてまして、はい、まあ、正式名称は松城城跡、つけたり新御殿跡と言います。難しく言うと、はい、で通称真田邸と、そうですね、いうことですね、はい、はい。ここなんか広いみたいじゃん、すごく。そうですね、広いですね、まあ約2400坪ほどですかね、はい。で、御殿の広さが、ね、まあ、約880平方メートルで、部屋の数は、まあ、展示見れない部分もありまして、はい、まあ、それ含めて、まあ、約部屋数は30部屋あると言われてますね、はい。その後写真がないんですいません、はい、ということで、はい、次は、文部学校ですかね。文部学校は、はい、ですね、ちょっと順番がね、あ、これも文ですね、あ、これが文部学校ですね、これも文ですね、はい、文部学校ですね、これが文部学校ですね、はい、はい。これはどういう、文部学校は、まあ、簡単に言いますと松城藩の藩校になりますね、学校ですね、で、はい、まあ、基本武士の子供、男の子のみが、学習できる学校でして、うん、まあ、文部、女子はダメなんですか。女子はダメ、残念ながら、残念ながらダメなんで、はい、で、文武両道を目指して、作った、学校でして、藩校ですね、はい。で、8歳から14歳までは文学を中心に、はい、で、15歳から35歳ぐらいまでは、武術です ね、 武術ね、はい。じゃあ武術にはもう刀とか槍とか、そうですね、弓とか、はい、建物的には剣術場、はい、柔術場、はい、あと弓術場ですね、あと槍術場の4つの、はい、はい。私ね、たまにお伺いしたこともあるんですけれども、はい、文学書のほかに道場とか聖書あるじゃないですか。あ、ございますね。あそこも文学を教えてもらったんですか。はい、そちらは西洋医学とか法学とか、そちらを、はい、学習した場所になってます。はい、でこちらの方にね、まあ、写真があるんですけども、こちらの方の写真はこれはあれですか。この写真が、ですね、あ、はい、はい、これはこちらがあれです、全体の、あ、そうですね、全体図です ね、 ですね、はい。あ、やっぱりこれが入り口、受付、そうですね、番所です ね、 ですね、私たちが受付として使っているのは番所になります、はい、はい。それで、こちらの方が、はい、番所から入りまして、右手に剣術場、で、文学、あ、違う、板書の裏手にあるのが柔術場、あ、これが柔術場ですね、はい、そちらですね。で、
広いところ出まして、左右に東女と西女がございますね。これが西女。はい、そうですね。それで逆側が東女になります。で正面の一番広いのが文学所に、はい、今ちょっと工事を改修工事しております。はい、それでこれが弓術所ですね。で一番奥の大きいところが槍術所ですね。はい、でその次がこれがその横が、あ、こっちか、こっちか、これは、あ、そちらは今でも弓術所とか、まあ全部そうなんですけども、いろんな、こちらはエコールゾさんの、今でもこういうことされてる、はい、弓道されたり、あとまあ居合とか、あとそうですね、そういった一般の方もはい、その日に来て飛び込みで来て、あ、自由にできるんですか。はい、あ、まあちょっとお金必要になってきますけど、お金を必要だけでも、はい、空いてれば、そうなんですか、はい、ご利用いただけます。はい、そうですね、はい。でこの人はどうなんですか。あ、これは工事ですね。工事中のあれですね。今ちょっとシートかぶってまして、こういった中は見えないんですけども、これがこの次が、こちらもそうですね、工事のあれですね。はい、ですね。あ、これがそうですね。あ、そちら、あ、工事地にありました。あ、そちらが、これは聖女ですか。こちらは東城です。どういう感じになってるんですかね。はい、はい、でその次が、はい、この次はどうでしょうか。これは、あ、これが今、はい、ちょうど今、そうですね、文学賞がそっくりかぶってますね。そうですね、シートがかぶってますね。はい、はい、あ、はい、で、その次が左はどうなんですかね。これがさっきの聖女、東女、どちらかですね。はい、そしてこちらが、あ、こちら裏からかな、これが聖女ですね。これは聖女ですね。はい、はい、ですかね、ですね、はい、はい、ということですね。はい、わ、はい、かりました。はい、まあ、映画の撮影にも使われてたりとかしてるので、ね、もしよろしかったら、はい、ご入館お越しください。ね、この映画は、ね、今、はい、今ちょうど公開されてる、はい、日暮れしの木の撮影がありました。はい、舞台ではないんですけども一部はい、撮影して、はい、わかりました。はい、それで次が横竹住宅なんですけども、これが上から見た図ですね。ああ、そうですね。そうですね。はい、ここに畑がありますね。はい、今現在この状態ですけども、昔はもっと広かったそうですね。そうなんですか。はい。今どのぐらい、1000坪ぐらいあるんですか。そうですね、そのぐらいあるかと思います。はい、それでこちらの方には母屋、はい、主屋っていうんですね、文化財的な主屋ですね。そうですね、文化財的な主屋、はい、そしてその奥に隠居部屋、そうですね、はい、あ、はい、結構珍しくて、なんか入って、もう入ってすぐにお庭があったり、はい、はい、すごいですね、はい、あともう時間もねなくなってきてこちらの方もねすごいいいね、四季の写真、これが玄関、はい、はい、それでその次がこちらは正面ですか。そうですね、こちらの写真は、はい、こちらはちょうど、こちらは裏手の方になりますね。はい、南側になりますね。はい、でこの上はどうですか。こちらもちょっと西から撮った写真ですかね。はい、そうですかね。はい、はい、でこちらの方はどうなんですか。あ、こちらはどうですか。これは西から撮った、はい、あ、綺麗ですね。はい、新緑の時期ですね。そうですね、今ちょうどその木がしだれ桜ですので、はい、春はとても綺麗ですね。そうですね、これだけの木だったら綺麗ですね。はい、まあ、横竹は富岡製糸場とゆかりのがありまして、うん、富岡日記の著者の和田英さんのご実家ですので、また、はい、お越しください。そうですね、はい、駆け足で来ても申し訳ないですけど、はい、
次に最後にですね、こちらは増産記念館ですね。はい、はいはい、こちらは幕末の尖閣者の佐久間増山、まあ地元では増山と呼んでます、はい、の、 あの書とか遺品とか発明品などを展示している施設になります。どのぐらい、結構やっぱり何万点っていう、まあ一応はい、展示会もしますので結構はい所有してるかと思いますけども。そうですか、はい、でまた来、はい、って休館日はあるんですか。休館日は宝物館と増山記念は館は毎週火曜日が、毎週火曜日、はい、わかりました。年末年始とかってのはあるんですか。は増山記念館と横岳住宅が年末年始休館しておりまして、ね、で真田邸と文部学校は年中無休になってます、うん、あ、そうですか、はい、ちょっとねもうだいぶ時間も過ぎちゃってね技術の人がもう終わりって言ってるんですけどね、あと30秒ぐらいでどうですか、皆様に何か一言、あ、なんか、はい、11月3日なんか、はい、文化の日で、全施設5つの施設入館料無料になりますので、もしよろしければはいお越しください。ホテルも全部、はい、そうです。あ、そうですか、はい、じゃあ皆さんね、お友達連れて、はい、ぜひ、いい頃だと思いますので、5施設、はい、無料、はい、あ、いいですね、分かりました、はい、それではぜひね、この5施設11月3日は無料だそうですので、ぜひね、お友達誘って、はい、この文化施設の方にどうぞおいでください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご苦労さんでした。いやちょっと来週の予告の前にお知らせ、はい、お知らせですね、はい、これ、まあ、夢空間がやっておりますけど、松代の松づくり研究会、うん、ね、はい、これ34回ですけど、10月の例会がですね、23日の木曜日一応やるようになって、はい、伝承館の方でやるんですね、はいはい、今回はね、あれですね、神山田で、戸倉神山田温泉のね、亀瀬旅館のね、いいね、若旦那ってちょっと言ってるんですけど、あ、温泉くんじゃね、外人さんのね、あ、例の知ってるっしょ、ね、はい、平林氏さんね、ちょっと来ていただいて、はい、あ、いいですね、まあ、それにもね、また外人さんが来たりとかね、じゃあ私もね、まあそういったお話をねちょっと聞ければいいかなっていうふうに思います、はい、よろしくお願いします。ぜひ、ね、皆さんおいてください、はい、お願いします、はい、はい、では続きまして、あ、予告ですね、はい、予告です、はい、はい、これちょっと、はい、はい、来週の予告ですが、三田さん、これよろしく、あ、三田さんじゃないか、うん、あ、俺か、はい、宮沢さんです、あ、私でした、はい、また2週続けて、じゃあちょっとこれ持ってて、え、あ、これ持ってますね、はい、それでちょっと説明してください、はい、来週はですね、来週はどんな形、殿町におります、はい、八田さんという方なんですけども、はいはい、もう何十年もね、ここ、菊をね、うん、作られていまして、はい、会長さんから降りてね、うん、今年から、顧問さんになったんですけども、あ、そうですか、で、その方にですね、はい、菊花店の話をですね、はい、もう30年ぐらい前からのね、うん、写真がね、うん、撮ってあるみたいで、あ、そんなような紹介をね、していただくみたいなんですよ、本当に楽しみです、はいはい、これまたね、ちょっとカレンダーも、ね、そうですね、これはカレンダーもあるんですよ、ね、はい、ちょっとね、これちょっとすごいですよ、はい、ずっとアップでビーって来てもらうと具合な、ああ、綺麗な写真ですね、はい、この花はまだできてないね、はい、これからだね、来週はそうですね、でも中はね、はい、あれなんかな、もうだいぶ出来上がってる、出来上がってるの、あ、そうなんですか、バイト内に、そうだね、一応ですね、この菊花店なんですけども、うん、11月の1日から、うん、16日、11月の1日から16日まで約半月、
真田公園ですね、先ほど申し上げました真田邸の前ですね、真田邸の前で、何百鉢がありますので、そちらの方で展示しております。いろいろ菊の花の人形、菊人形ですか、はい、菊人形もね、今年は趣向を凝らして、ね、作ってるみたいですよ。皆さん頑張って作っておりますので、どうぞ皆様、菊花店もそうですし、来週のしゃべくり祭りもどうぞお楽しみに。